ロムロセバスティアンナオンとその息子、ロムロセバスティアンナオンジュニア、フレドリック・ウィリアム・リーマン、ジョゼフ・ラッカー・ラマー、ドミシオ・ダ・ガマ、エドラド・スアレス・ムヒカとその息子。1914年ナイアガラの滝にて、ドゥラド・スアレス・ムヒカとドミシオ・ダ・ガマ、ロムロセバスティアンナオン1914年、ナイアガラ・フォールズ平和会議にて、ヘンリー・パーシバル・ドッチとジョゼフ・ラッカー・アラマー、 フレドリック・ウィリアム・リーマン、ロバート・エフローズ1914年、ナイアガラ・フォールズ平和会議にて、ナイアガラ・フォールズ平和会議、あるいは ABC 会議とは、1914年5月20日に、アルゼンチンとブラジル、チリの ABC 強国が、カナダのオンタリオ州ナイアガラ・フォールズで開催した会議。開催の目的は、アメリカ合衆国とメキシコ間での戦争の勃発を阻止することにあった。 メキシコ革命真っただ中の1914年4月9日に起きたタンピコ事件とそれに続く1914年4月21日のベラクルス占領を機にアメリカ合衆国とメキシコ間で緊張が高まっていた。当時両国は互いにすべての外交ルートを通じて関係改善に尽くしていた。会議にはアルゼンチンのロムロセバスティアンナオン、ブラジルのドミシオダガマ、 チリのエドラドスアレスムヒカ、アメリカからは1910年12月から1912年7月まで、アメリカ合衆国商務長官を務めたフレドリック、ウィリアム・リーマンと、アメリカ合衆国連邦最高裁判所、売席判事を務めた、ジョゼフ・ラッカー・ラーマーが参加した。ありがとうございます。